アイドルとメタルの融合を打ち出した3人組少女ユニットベビーメタル。去年から海外進出を本格化させ、現在は10カ国を回る世界ツアー中の彼女たち。イギリスの2つの有名音楽雑誌から音楽賞を授与されるなど、海外での人気を確立しつつあります。今回そのベビーメタルに単独インタビューを行いました。まず聞いたのはメインボーカルのスーメタルさんの英語力についてです。去年取材した際には、海外のメディアの方からも取材してもらうときに直接話せたらなと思ってムズムズすると語っていたのですが、必ず通訳さんがいるんですけど、ベビーメタル would like to thank Kelland for this award. ベビーメタル will be back in the UK in August. 授賞式では英語でのスピーチを披露、会場を沸かせました。1年で何があったんですか？学校だったりとか、あとはそういうツアーの間とかはなるべく英語で話すようにしようと思って、なんか拙い単語だけでもきちっと話せるようにと思って。またこの授賞式ではイギリスのメタルバンドドラゴンフォースとの共演も果たしました。なんか本当にとても優しい方で、日本語とかも勉強してくださっていたので、なんかベビーメタル愛が伝わってきてすごい嬉しかったです。モアメタルさんは他にもフェスティバルで一緒になったバンドリンプビズキットについて話してくれました。なんかリンプビズキットさんも私たちと同じように結構ダンスを踊る系の音楽なので、なんか同じものを感じて、最近はたまにリンプビズキットさんを検索して聞いてお勉強してます。好きな曲とか、マイジェネレーションの またユイメタルさんは去年イギリスのソニスピアフェスティバルでスレイヤーのステージを見て影響を受けたといいます。スレイヤーさんの中でケリーキングさんという方がいるんですけど、なんかユイメタルってメタラーさんってロン毛ってイメージがあったんですよ。ケリーキングさんはもう坊主、髪がスキンヘッドで髪がなかったんですけど、でもなんかその髪の力を使ってないヘッドバンがすごくかっこよくて、なんか髪がバサってなってないのにすごい頭が振ってるように見えたんですよ。それがすごいいつもヘッドバンをやってる自分からするとかっこいいなと思って、なんかなんだろう、もうバレを忘れてる感じ、なんか本当に自分のライブの中の世界観に入ってる感じがすごくかっこよかったので、自分も本当にライブの意識がなくなるくらいユーメタルっていう存在になりきろうっていうのを学びました。彼女たちの活躍で日本のメタルシーンも盛り上がりを見せています。こちらのレコード店では外国人観光客の増加もあり、ダウンロード全盛の時代にあって売り上げは前年比で2割以上増えました。中でもメタルの売り上げは大きいと言います。ただメタルに関しては物として持ちたいんですよ、みんな。おそらくこのベビーメタルから入ってきてくれた、入ってくるようなファンがこういうのでもちょっとでも興味を持ってライブに足を運んでくれたら、どんどん健全な感じになっていくんじゃないかなと僕は思いますけどね。ワールドワイドな活躍を見せるベビーメタルですが、スーメタルさんはやはり日本は特別だと語ります。ワールドツアー回ってその国によって全然反応が違うんですね。それぞれの反応を見て日本に帰るとやっぱりここがホームだなっていう感じはすごくあって、合いの手で一緒に歌ってくださるので、そのなんか曲がもう完成してるような感じがして、なんか安心感っていうのはやっぱ日本ではすごく大きいですね。びっくりしたよね。これまで日本人が到達したことのない領域に足を踏み入れつつある3人ですが、その決しておごることのない姿に感銘を受けました。お知らせの後はスポーツ天気予報と続きます。